たふるさとはどこ。綺麗です、ありがとうございます。一日さんのハイホーゴーゴー、一日さんシーゴーハイホハイホーゴーゴーゴー、聞きやすいやんな、どっちやろ、どうやろ、まあ曲によってその辺はやります。わかりました。ちょっとあの外の音は小さくても結構ですから、ちょっと僕で うるさいと思いますんで、ちっちゃめで、ただこの状態だけをキープしていただければ。おいしい高原で下田逸郎さんとい やっぱり、歌手と一緒に、ステーキハウスかどっかでやったような記憶がするんですけども、つまりあの今あの紹介してくださった文の中にもあったんですけども、香川亮さんを呼べるようになったっていうのは、あの前もこの金谷町の鬼神変神村とはかなりご縁が深いみたいなんですね。香川さんっていうのは 2,3 年前にもやっぱり、このような選果場かどっかでコンサートをやられて、その時にお見えになった方もいらっしゃるかと思います。実はあの僕が学生の時には香川さんがスターだったんですね。でそのスターとスターというかその世界ではスターだったんですね。でどの世界かよく分かりませんけど、その世界ではスターだったんです。で、そういう方がこうやって、和歌山に少なくとも番組を通して来てくださって、で、鬼神変神の人たちがだったらやってみましょうって形でコンサート開けて、ましてや、今日選挙とか花見とか、いろんなことがあるのに、こんなというと失礼なんですけども、偏僻な山の中まで車を飛ばして、谷底に車が2台落ちたらしいんですけども、あんまり受けてないですね。で、来られた方もいらっしゃるみたいですけども、僕もあの金谷町っていうのは初めて、あの岩手に住んで12年経つんですけども、あの初めてです。でもあのここはなんかさっきあの中村君っていう鬼神変神村の代表と話してたんですけども、もう施しようがないところだからなかなかいいねっていう話をしてたんですけども、本当は晴れていればゆうけいさんそこに滝があるんで見てくればっていう話もあったんですけども、まあ話は余談になりますけども、あの荒らして岩手町もそうなんですけども、荒らしていいところと荒らしてほしくないなっていうところがあるわけですね。根室寺もこの12年ですっかり変わってしまって、道路を作るたんびに、発掘をされていくという現状があります。まあ、それはそれで、行政の方針もあったりするんでしょうけども、まあ、どうしたもんかなというところはありますね。そういう形で、僕が本当は本業が絵を描くんですけども、仏画っていう、間違ってもなんか普通の喫茶店に飾るような絵じゃないんですけども、実は
僕が香川亮さんなんかが大好きで、岡林さんとか好きな頃、ちょうど70年代の終わりで、終わりではないですね、70年代の始まりでフラワーチルドレンって言われた頃で、みんなが、ジョン・レノンの、イマジンとか、それから小野洋子さんの、プラスチックオノバンドなんか聞いてた頃なんですけども、その頃は何回も言うようですけども、香川亮さんはスターでした後ろに聞いてて、聞いてると思いますけども、これだけ言っておけば、CD にサインでもしてくれるんじゃないかなと思ってるんですけども、ゆうけのマニアオラジオはですね、和歌山放送を5年間やらせて、僕自身が一人で喋って一人でレコードをかけて、5年間やってきたんですけども、香川亮さんが最後僕の番組の方に今日遊びに来てくださるんですけども、実は湾岸戦争が始まった時にですね、僕の番組の中で、教訓1っていう、香川亮さんにしてみれば、とってもなんか古い歌だから嫌だなって、昔の歌だぜっていうところはあるんでしょうけども、今日は歌うかどうか、さっき打ち合わせの時にそれを聞くの忘れましてですね、その歌を歌うんですかっていうことを本当は聞いておけばよかったんでしょうけども、それを 聞き忘れまして、教訓1っていう歌を知っている方は第1次香川亮不安世代ですね、それから最近の CD1 っていう CD を聞いて、今日来られた方は第2次3次ぐらいですね、というふうに僕はまあ分析するんですけども、その教訓1の中にですね、死んで神様と言われるよりも、死んで神様と言われるよりも生きてバカだと言われましょうよねっていう歌詞があるんです。で、僕の湾岸戦争に、対する僕のポリシーは、日本の生き方を見てもこれしかないと、ちょうど自衛隊が、戦争に派遣する市内で揺れてた頃にこの曲をずっと番組のエンディングテーマとして2ヶ月ほどかけさせてもらったわけです。で、ディレクターと相談しましてですね、これだけ毎週かけてる番組、曲にですね、香川亮が答えないわけがないと、というんで僕が手紙を書いたんです、香川亮さんに。何回も和歌山へ来てらっしゃって、コンサートは隅で見たことがあるんですけども、でも大スターだしな、スターだし、まさかその教訓1っていう1曲を歌いに来てくれっていうのはなかなか、今最近新しい CD も出たから来ないでと言ったら、丁寧な、ポスターと丁寧な、手紙が届きまして、大阪近辺でツアーがあれば、そうやって、やってくださることがあれば寄りますよと言って今日なんです。で、皆さんが入ってこらっしゃる前って、入ってこられる前に、2人で、ああこの人が香川亮さんだって、僕はもう本当に至近距離で香川亮さんに会うのは初めてだったんですね。で、マスコミの仕事をさせてもらって、まあ、本当は絵を描くんですけども、いろんな有名人、僕らがスターだと思ってた人たちと会えるのは僕らの特権なのかもしれませんけども、いまだに素人根性が抜けないで、やっぱりスターと、昔それなりに名前を知られた人がそばにいるってだけで、興奮してしまってすぐサイン帳を出してしまう勇気なんですけども、香川亮さんは毎週というか毎日全国を回っておられるわけですから、それなりに大変だとは思いますけども、とてもいい人です。それからとってもいい歌を歌ってます。それは僕がおすすめしてもそれ以上に皆さんの方が、よくご存知かと思います。ともあれ、こんな雨の中に、こんな偏僻なところって、偏僻なところというとおかしいんですけども、来てくださる皆さんにですね、今日はこの雨にも負けないようなあったかい気持ちを持って帰ってもらおうかなと思っています。で、今日のコンサートを終えて幸運して眠れないまま12時を迎えてください。またこの声が和歌山放送の声から、ラジオから流れます。皆さんのこともまた言うつもりでいます。これからいろんな形で鬼神変神村金谷町と、付き合うことが僕自身もできて嬉しいなと思っています。
長くなりますけども香川さんと僕と僕の番組の、紹介になってしまったんですけども、ここで香川亮さんを呼んでみたいと思います。香川さんどうぞ。この辺がスターだね。読んでもすぐ来ないよ。今僕がうだうだ喋ったことを、彼の場合は、歌でしっかり帳消しにしてくれますんで、この辺が生で聴けるギター一本でスターですからね。僕なんか絵を描くところを見せるわけにはいかないんで、本当は僕の展覧会に呼びたいくらいですけども、生いいですよ。生いいですか。生いいですよ。聞こえてます？さっき僕がお手紙を出したっていうのは、はい、一月ぐらい前ですか？そうですね。ね、それから急遽、牧さんからもご紹介いただきましたけども、3年前ですか、この金谷町の中のこういうみかん倉庫というところで歌わせてもらうチャンスいただきまして、えらい感激したんです。それでもう本当に今日も車がこうして止まったままですけども、このままの雰囲気でなんか歌える場所があったら面白いねということを常々思ってたところ、金谷町で本当に初めてもう本当にそのままを皆さんに見ていただこうというような形のコンサートができて本当に感激してたんです。で、一度呼ばれたら二度ともお呼びはかからんやろと思っとったんですけども、今回こうしてまた改めて参加させてもらうことができまして、もう深く深く感謝しております。本当にありがとうございます。では、引き続き香川さんの、コンサートに移ります。じゃあよろしく。気楽に遊んだってください。声聞こえます？牧さんの時は雨でほとんど聞こえなかったと思うんですけども、少しぐらい聞こえる状況で僕も楽しませてもらいますんで、どうぞ一緒に遊んだってください。どうも本当ありがとうございます。だから命を捨てないようにね、慌てるとついふらふらと、お国のためなのと言われるとね、青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。お国は俺たち死んだとてずっと後まで残りますよね。失礼しましたで終わるだけ、命のスペアはありませんよ。青くなって尻込みなさい、逃げなさい、隠れなさい。おほおほ、捨てて男になれと言われた時には震えましょうよね。そうよ、あたしゃあたしゃ女で結
子女の腐ったので構いませんよ。青くなって散りごみなさい、逃げなさい、隠れなさい。死んで神様と言われるよりも生きてバカだと言われましょうよね。綺麗事並べられた時もこの命を捨てないようにね。青くなって散りごみなさい、逃げなさい、隠れなさい。青くなって散りごみなさい、逃げなさい、隠れなさい。おお、ありがとうございます。ほんま嬉しいんですぜ。実は昨日は名古屋の隣町なんですけども、東海市っていうところでやっておりまして、昨日は実のところは普通のちゃんとしたホールやったんですけども、全然こっちの方が嬉しいです。いつも、挨拶代わりに喋ることでいつものことながらなんですけども、今日も多分私のことなんぞご存じなくて間違って入ってきたとか無理やりチケットを渡されたとかおられると思うんですが、そういう皆さんに自己紹介代わりに一曲。いつまで寂しい女を気取っていましょうか。いつまで机の前で落書きばかり続けましょうか。でも本当は初めからどうなるかくらい分かってたの。悩んで大きくなれるほどあたい暇を持て余してられないの。そりゃまあ夜明けの歌なんてのも可愛いわ。でもあんたっていつも歌わすんですもの。まっぴらよおかげで今だ石にも風にもなれなかった。それを女の証だなんて誰にも言わせたりはしないわ、しないわ。あたいの命ってあんたのわがままばかり背負ってたわ。もしも今度生まれ変われても壊れた蛇口だけはたくさんいいよ。人生なんて見せ物だったわ。売り物にはならないものね。嘘はつかなくてはならないものよ。だから疲れただけなのよ。湿ったマッチ日がな一日こすってたわ。あんたのくだらない話まるでくだらないんですもの。あんたは病気じゃなくてただ酔っ払ってたのよ。明日はひどい雨ですって誰の傘に潜り込むの。
もちろん串は返してもらうつもり、今までずっと奪われてきたんですもの。その分生きながら得てみせてあげる、もちろんお釣りは返すつもり。ところで慰めだったの、それとも言い訳だったの、励ましのつもりだったの、元を取ろうとしていたの。あたいが海を見ていても、夕日を見ても、月を見ても、いつもあんたって人はありがとうって言わせようとしていたわ。風天だって泥棒だって眠ってなんていないのよ。ただ少し横になって新しい歌覚えてるのよ。ああこの世はあんたの正義と優しさばかり、今に空さえ気が狂ってしまうわしまう。もちろん貸しは返してもらうつもり、今までずっと奪われてきたんですもの。その分生きながら得てみせてあげる、もちろんお釣りは返す。涙の糸をたどってゆけば、いつもそこはあんたが生まれた冬の星座よ。なみなみついだグラス抱いて頬寄せれば、海なりの声さらわれそうよ、そうよ。このためとあればお安いことよ、何とかでもかっぱらってみせる。貧しい男のためとあればいつでも呼んで一晩中酔っ払ってあげる。私のハート触って、私のハート触って、あんた今どこにいるの教えて。あふれそうよ、ちぎれそうよ、おおおおお。
どこであんた隠れてよと、そうよ東京タワーからなら見えるはずよ。きっとたとえ国境を越えたとしても、そうよ無駄よ雷族は私の味方よ。私のハート触って、私のハート触って、あんたバカよどこ見てるの、ここよ、ああふれそうよ。あの汽車捕まえて命寄せ合って帰りましょう冬の星座よ。あの汽車捕まえて命寄せ合って帰りましょう冬の星座よ。わー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 、どん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 遠くなる、わー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 、ありがとう。この会館で、会館ですよね。あ、あれ電気切れました。切れておりますか。いいですねこういう雰囲気も。いや私も数年ではございますけども、こういうことをやりつつ旅してますけども、初めての経験でございます。おほ、あ、出たな。こういうちょっとした、ま、機材といいますか、こういうの入れると電気がえらくいってしまうんですよね。金谷町全体の電力ぐらいがこういってしまうんで、ひょいとこうヒューズが飛ぶっていうんですか、そういうまだ時代なんですね。もう月にまで行けるっていうのにヒューズが飛ぶっていうような世界で、ああもう金谷町に来た甲斐がございました。いい経験させてもらいました。どうなんでしょう音、そっち大丈夫ですか。誰も話聞いてない。大丈夫なんですか。あ、そうですか。また途中で切れたらご協力したってください。ほらやっぱり一応僕らもこんな雰囲気で今日は行こうかなとか、やっぱこの 2,3 曲で決めるっていうのが大体僕らの世界なんですけども、もうむちゃくちゃになってしまいました。どっかこう無駄な電気はちょっと消すなりしてね、僕に照明なんかもいらんですから、音さえ出れば。大きいんです。ご協力ありがとうございます。でもこういろんな町々行ってて、こうして本当に今日のこの鬼神変人村の、まあ、皆さんというか金谷町の皆さんのご協力で出来上がってるんですけども、手作りのコンサートっていうんですか、もうほんまに嬉しいですね。
これセッティングも見立ってください。これもうこれですぜ。本当嬉しいです。あ、そうです、まあひょこひょこといろんな話でもさせてもらいながら進めていきますけども、私何年ぶりやったんですかね、8年ぶりですか、8年ぶりで新しいアルバムを作りまして、強力ですぜ今度のは、今度のはやないか、タイトルはワンというタイトルなんですけども、 O-N-E と書いてワンというタイトルで、まあワンというのはまあいろんな意味があるんですけども、そういうレコードを作りました。まあ口で言うのも難しいんですけども、どんな音かって言われると難しいんですけども、まあ簡単に言うと本当に自然の中で今回のアルバムは作ったんですよね。でそのレコーディングのスタジオっていうのが、普通なんつうんですか、東京の中でスタジオでやるとこうビルの地下に潜ったりとか、まあ、密室ですよね、まあ、ビルの6階のスタジオに行ったとしても窓のないようなそんな雰囲気の中で音楽ってこう作るんですけども、もうそういうとこでやるのもうやめましょうということで、今回は静岡県、山梨県か、山梨県富士山の真裏なんですけども、山中湖っていうのがありまして、で山中湖スタジオに本当に考えられないんですけども、大きな窓があるんです。で外の景色が見えるんです、スタジオで。それで山中湖が下にこうパッとこう広がって見えて、で真正面に富士山がポーンと見えよるんです。そういう雰囲気の中で今回レコーディングしてます。もうそこまで言うたらどんな音かわかるでしょう。本当に僕にとってもすごくこう意義のあるっていうんですか、本当に深い、気持ちにさせてくれはったというか、そういうアルバム作りができました。それともう一つこう言えることっていうのは、普通レコードを作るときには譜面っていうんですか、譜面を皆さんに渡したりとか歌詞カードを渡したりして、まあ、譜面通りに弾いてもらうっていうのが、まあ、いろんなミュージシャンいるんですけども、まあ、譜面通りにやってもらうっていうのが普通のレコーディングなんですけども、今回のレコーディングは、まあ、そういう自然の中でやることと譜面を一切なくしたんです。こんなことありえないんです、普通。ですから僕の歌詞カードも歌も渡さないんです、譜面も渡さず。それでその車座みたいにみんなミュージシャンがなりまして、で僕が 1,2 回こう歌うんですよね、一人で。だみんなは譜面とか歌詞カードを追わずに気持ちの中で聞いてくれて、それで自然に出てくる音をこう録音していったというような、強力ですね。なかなか日本では聞けない音楽です。雨の日には駒沢あたりを子犬でも連れて歩きましょう。しょぼ降る雨は銀の糸、秋の夕暮れにとてもお似合い。だから雨の日には肩を濡らし、やりきれない夜を迎える前に風が落とした、落ち葉を踏んでなくした心のかけらを探しに、雲が切れて太陽が出ると行き交う人は傘を閉じる。公園の中は草野球をしたり、フリスビーを飛ばしたり、ラグビーをしたり、日向ぼっこで時間を潰す。いろんな人が通り過ぎる。さよならを言ったり、背を丸めたり、駒沢あたりで
ちゃも冷めて会話も途切れ気まずく舌をただうつむいて何か言おうと顔を上げる喫茶店の小さなテーブルの二人きっと分かり合おうとしてるのだねガラスの向こうの小さな世界ずっと幸せになればいいね駒沢あたりで点滅するパトカーのランプスクールバスダンプの排気ガスタクシーのクラクションスモッグの中ラッシュアワーの交差点の前降り出した雨に皆急ぎ足車椅子に傘を差し出す人深く頭を垂れる付き添いの老人駒沢あたりで売店はシャッター下ろし店じまい噴水に浮かんだモーターボート坂道を走るローラーボード誰が忘れた自転車が一台雨に濡れるベンチも濡れる買い物かご下げた若い奥さん子供の手を引き雨宿り駒沢あたりで風が落とした落ち葉を踏んでなくした心のかけらを探しに駒沢あたりを雨に打たれて濡れた空の下乾いた心見つかるといいねきっときっとやりきれない夜を迎える前に風が落とした落ち葉を踏んでなくした心のかけらを探しにまずは明かりで ありがとう。もう大丈夫かな？僕の方はもう気楽に遊ばせてもらってます。気楽に遊んだってください。先ほども言いましたけども、昨日東海市というところで、実は僕だけのコンサートではなかったんですけども、5組集まりまして、それもどちらかというと皆さんにとっては全く興味のないような歌い手さんたちがたくさん集まりまして、今となっては異物化石と化したような人ばっかりなんですけども、僕それからご存じないと思うんですけども高田渡るというのとか知らん方がいいです
それとか、うん、中川勇と、有山淳二か大塚正治っていう、まあ、その僕らと、まあ、同世代の、歌い手たちが集まりまして、3時間半ぐらいに及ぶコンサートやったんですけども、あのかつてはこう楽屋なんかで久しぶりにこうみんなと会うと、まあ、最近どんなレコード聴いてるかとか、なんかそんな話、音楽の話みたいなものをこう楽屋でしてたようなつもりなんですけども、やっぱり最近ちょっと変わってしまいまして、まあ、それぞれがもうあと一歩で40やとか、わしゃ40超えたぞとか、そういう世界になってくるとちょっと話が随分楽屋も変わってきまして、お宅のお子さんいくつになったとか、そういう話に最近は丸く収まっておりまして、あの何を隠そう私も、うん、前も言うてたと思うんですけども、40をまあちょい超えまして、嬉しいことにその後に男にはどうしてもやってくるもんで役というのがありますが、抜けきれんやつですけども、その役も一応去年に超えさせていただきまして、もう何でもありです今は、もう何やってもええらしいんですけども、まあ、そのようにこう話はそれぞれみんな同世代の連中とでも話の内容はちょっと変わってきたんですけども、ただみんなやっぱり頑張ってええ旅してやるなつうか、ええ生き方しとるなっていうのに、昨日も久しぶりにみんなと会えてすごく嬉しかったです。北の果てから南の町へほっつき歩いて、なんと言われようとやめられないんだ、やめられないんだ、住んでみたくなるような街もあったけど、いつも季節変わればそれまでだったよ、うん、それまでだったよ、うん、あのレールのずっと向こうどこまで行けるのかね、ほんとこの先僕は何をすればいいのかね、うん、落ち着かないんだ、容疑者の薄明かり夜空をかけてゆく、どこか知らない街で流れ星になるといいね、流れ星になるといいね、あの夜風でさえもきっと誰かに恋してる、いつになったら僕は君を好きだと言えるのかね、君を好きだと言えるのかね、あのレールのずっと向こうどこまで行けるのかね、ほんとこの先僕は何をすればいいのかね、落ち着かないんだ、北の果てから南の町へほっつき歩いて、なんと言われようとやめられないんだ、やめられないんだ、Love
ララ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 ラ大銀です。去年の夏、先ほどもちょっと牧さんからお話いただきましたけども、大石高原、去年の夏大石高原で私歌っておりました。誰にも聞いていただけなかったと思うんですけども、大石高原で去年の7月でしたか、上田正樹とか、もう総勢何十組っていうのが集まって大石高原の上でコンサートやりました。それで、いろんな歌い手たちが、僕らの仲間たちがみんな集まってコンサートやったんですけども、ただやっぱりお客さんは上田正樹みたいなということでバーンと集まりまして、で上田正樹が1時か2時かそのあたり、夜中のですよ、1時か2時かそのあたりからこうやるんですけども、でやっぱり上田正樹が終わったらお客さんは帰るわねっていうことになって、その後に歌いたがる人が誰もいなかったんです。私がその役を務めまして、美しい風景でございました。本当にたくさんの方に大石高原に集まっていただきました。上田正樹までは、でも大石高原昼間からずっといてたんですけども、どこやね、すごいですね、やっぱりこの辺、大事にしてください。名前が映画な、生きる意志なんで、あの辺りでなんかイメージとして、こんな歌歌ってみたいなということでちょっと考えてたんですけども、太陽の空見上げてる、今日もあなたのそば、丘の上に腰掛け太陽の空見上げてる、今日もあなたがそば、あなたのそば、あなたのそば、あなたがそば、バッチリやがな。
もそんな雰囲気でしたけども、いい雰囲気の大人の雰囲気のコンサートでございまして、暗くて重い夢の中、座り込んでさまよっている、行くあて定まらず、こぼした時間は戻らない、でもそうは長くかからない、あいつが手助け来てくれるまで、相棒たちがやってくる、出かける用意はできている、あれはヒロシのオレンジキャラバン、誰もが一度は乗ってみたい、あれがヒロシのオレンジキャラバン、空を深く吸い込んで地平線をまたいでみたい、諦めた、忘れ物はくれてやろう、幼い頃の笑いに揺れて、あいつの歌についてゆこう、もうそうは長くかからない、あいつが手助け来てくれるまで、疲れ切ったその目を早いところ覚ましておこう、あれはヒロシのオレンジキャラバン、誰もが一度は乗ってみたい、あれがヒロシのオレンジキャラバン、空を深く吸い込んで地平線をまたいでみたい、東北に宮城県というのがございます、宮城県というと、まあ、仙台という町がありますが、その仙台から1時間ぐらい走ったところに石巻という
港町があります。その石巻に B インというお店がありまして、言うならばレゲエミュージックっていうレゲエの音楽が一日中かかってるお店でして、それはそれはかっこのええ人たちが、すごく素晴らしい人たちが集まるお店です。ビーンというお店。鹿児島にはティーボーンっていう一日中ブルーズがかかってるお店がありまして、もうここもまたすごい人たちが、素晴らしい人たちが集まってくるお店です。チャンスがあったら一遍覗いたってください。レゲエのビーン、ブルーズのティーボーン、あいつの生まれは地球、南国とさも遥か十勝あたりも青い青い地球、女も男もみんな泣いて生まれた丸い丸い地球、ララ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 ラ、神様の泣きぼくろ、神様の忘れ物、レゲエの空だ、ブルーズの色だ、見上げる空には地球、月の砂漠も星降る夜も青い青い地球、ダイヤモンドもダイナマイトも諦めないで地球、あなたふるさとはどこ、あなたふるさとはどこ、太陽のそよぐ丘の上、海へ注ぐ川の、レゲエのビーブルーズのティーボーン、あいつの生まれは地球、ふるさとはどこ、あなたふるさとはどこ、あなたふるさとはどこ、あなたふるさとはどこ、
大きいんです。ありがとうございます。遊んでいただいてますか。僕の方十二分に遊ばせていただいてます。ええ振りやな。これ皆さん帰れませんでしょう。今日あの車の中とかテントでも用意しますんで、泊まって帰れるように。ちょこっと喋ってもよろしいか。ちょっと喋りすぎですか。今日はもっと音楽行きましょうか。明るいのを、明るいのをやないか。前回こちらにお世話になった時にもなんかそういう旅の流れやったんですけども、四国の中村に今年の頭に行ってたんですけども、えらい感激したことがあって、中村にはまあ古くからの友人がいるんで、高知県に行くたんびにそのお宅でお邪魔しとったんですよ。それでその彼の、僕の友人の彼のうちにおばあちゃんがいやはるっていうのは聞いてたんですけども、あんまり実際お会いしたことなかったんですよね。それで今回1月にそのおばあちゃんとお会いするチャンスあったんですよ。強力ですせ。お年が94歳やったんですよ。それで94っていうことを、ほら94って言うとイメージするとこう腰が立たんとかなんかどうのこうのってこうイメージ つけるんですけども、全然そんなのないです。もう普通なんです。それは普通っていうのもおかしいですけども、もう腰もピンとして普通に喋らはるし、ちょっと耳が遠なってきたかなっていうぐらいらしいんですよね。でそのおばあちゃん一日中こう掃除したり洗濯したりしてやるんですけども、あと一つお仕事っていうのがお風呂を沸かすっていうのがおばあちゃんの役なんです、その94歳の。それであの辺りはまだ五右衛門風呂っていうんですか、薪をこうくべるお風呂、あこの辺では別に珍しくもないかもわからんですが、そういうお風呂なんですけども、その薪をこうくべるんですけど、こんな大きな薪、それそのおばあさんがですね、これぐらいのを4つぐらいにパンパン割らはるんですね。割ってもう普通にパンバン、それでその薪をこうくべるところにこう腰、まあちょっと落として、こうして夕方ぐらいからこうお風呂を沸かしてくれはるんですよ。でその時にそのおばあちゃんがいつもなんですけど、薪くべながら歌はるんです。でなんつうのかな、幸せそうに歌はるんですよ。巻きくべながらなんかこうメロディーがあって言葉があるんですよね。ほんでどんな歌なんやろかっていうことでこう耳を近づけてこう聞くんですけども、どういうんですかね、もうメロディーはないというんでしょうか、言葉もないというんでしょうか。ほんで言葉を書いてあるんですよ、自分で紙に書いてあって、でそれを見ながらこう気持ちよさそうに歌はあるんです。ほんで何の歌かいと思ってこう紙を見るんですけども、そのやっぱおばあちゃんお元気とは言うもののちょっともう言っておられますから、僕らにはもう読めんじなんですね。で、まあ、おばあちゃんには読めてて、ほんで何かのメロディーで歌ってはんやけども、あんだけこう幸せそうにっていうんですかね、やっぱ歌われるとまだまだ勝てんなっていうか、やっぱりすごいですよね。まあ、僕らもやっぱあれぐらいの年になってああいう風に歌えたらなっていうのがまあ願いではあるんですけども、まだまだです、あそこへ行くには。でそのおばあちゃんウトテハルのこう後ろ姿見るでしょ、もうね本当に仏さん、あ仏さんってこう言うんやろうなっていうのがもう見えるんですよね。でもう本当にこう五光が差してるみたいに見えるんですよ、おばあちゃんの後ろ姿。まあ、それはまあ演出っていうか、巻きくべてはるからこう逆光でこう明かりがこう漏れよるんですけども、なんかそういう世界見せてもらうとやっぱりあすごい、もうギンギン生きてはるっていうんですかね。それでその彼にすごいね94のおばあさんでギンギン生きてやるねみたいなことで感激して言うたら、これも本当の話なんです。彼とこはみんななんか長寿
の方が多いらしいんですけども、何言うとんねお前その二軒隣行ってみ、まあ、彼のなんか親戚筋に当たるらしいんですけども、そこ行ったらお前99のババアまだ生きとるぞって言うんですよ。で、99歳でまだご健在かいなって言ったら、いやいや99と95かな、95の弟さんもまだ生きてるんです。それでそれがまだ未だにこう兄弟喧嘩って言うんですか、なんかやっぱり やるらしいんですよね。でその兄弟喧嘩がちょっと面白いから、それ見てから帰れって言われたんですけども、今回それ見るチャンスをなくして、もうちょっとで行くんですけども100ですよ、もう次100歳。せやけどギンギンですせ、あのいてはるんですよ。僕らまあラッキーにもいろいろこういろんな街行かさせてもらうと、すごい生き方しとるなっていう人たくさん出会います。っていうかいっぱいいるんですよね、そんな人。どうぞ一人でもたくさんの人らと知り合うとは知り合うてもらいたいです。年関係ないです。年いってるからすごいとかでもなくて、僕なんかよりもずっと年下の例えば10代の人なんかでも僕やっぱり感激するような人いっぱいいますもんね。年関係ないです。やっぱ強力に生き方しとるっていう人出会うてください。あの天国とやらへ召されていった、数かにりなき魂たちよ、お前はどうしてよりにもよってこの世へなんぞ戻りたがるの、それほどまでに天国とやらは居心地悪いところだったの、それともお前天国とやらはあの世になんぞありはしないの、ほほほほほほほ、あの天国とやらへ召されていった、数限りなき魂たちよ、ボブマリーが言っちゃった、ガンジャマウンテンの頂へ、ボブマリーが言っちゃった、アフリカマウンテンのてっぺんだ、ボブマリーが言っちゃった、ガンジャマウンテンの頂へ、ボブマリーが言っちゃった、アフリカマウンテンのてっぺんだ、ボウ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 
例えあんた意気地なしの意地悪だとしてもおまけに大嘘つきの見えっ張りだとしても手相が悪かろうと手錠をはめてようとほら見てよく見て私の裸に勝てるもんですあれにも飽きたし効き目もなくて眠れないのさ殺しも脅しも盗みももう流行らないのさ
どうせ答えはいつもの都合が悪いのさ。ほら見てよく見て、私の裸に勝てるもんですか。ほら見てよく見て、東京シティが負けるもんですか。おう、どりましょう。今宵メイクアップ決めて、忘れましょう。今宵メイクアップ決めて、踊りましょう。今宵メイクアップ決めて、ショーの舞台始めましょう。努めましょう。踊りましょう。踊りましょう、うん、踊りましょう。私抱いてくれた人、あんた一人じゃないわ。だけど燃える唇上げた人、今も一人。難しいことわからないけど、本当のこと知ってる。ほら見てよく見て、私とあんた切れるもんですか。ほら見てよく見て、東京シティが負けるもんですか。踊りましょう。今宵メイクアップ決めて、忘れましょう。今宵メイクアップ決めて、踊りましょう。今宵メイクアップ決めて、今日の舞台始めましょう。努めましょう。踊りましょう。踊りましょう。流されてしまう前に回りましょう。回りましょう。流されてしまう前に、踊れ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 。踊りましょう。踊りましょう。流されてしまう前に、回れ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 回せ。大きいんです。
日牧さんも言うておられましたけども、今日これから12時頃からの生番組ですかに遊びにちょっと寄らさせていただくんですけども、もしそんな暇ないよね、聞くほどの。今日の金谷町の話でもまたラジオを通して全国の皆さんに聞いていただくように、いろんな話をまたさせてもらいます。本当に今回もこういう形でこういうスペースで遊ばせていただくことできて、ほんまにほんま感謝感激です。ありがとうございます。いつもいつも、セットやがな、すごいがな、見えてまっか、宝塚みたいなもんですよ私は。また来年の、来年やないか今年の夏か、大石高原ぐらいでまた会えたら願いです。僕も最近はこう、今回の ONE というアルバムから引き続いてなんですけども、そのメンバーとレコーディングメンバーと一緒にコンサートをずっとやってるんで、今現在は、こうして一人っきりで、こうして歌えるというのも嬉しいです。ありがとうございました。雨が止むまでゆっくりしていってください。最後の歌になります。お元気でどうぞ。コスモス好み恨んだことはない、あたいコスモスわきまえているつもり、冬に開く花あれば夏の日差しに燃える花、垣根の中で咲く花や、延べに揺れる花もある、小川の夢のささやきを聞いて眠る花がある、海なりを見下ろして震え祈る花もある、あたいコスモス器量よしじゃないけれど、あたいコスモス汚い香りと知りつつも、旅のお方の気まぐれに幼子のいたずらに積んでもらえる日もあると、それを励みに咲いてます。もしも生まれ変われたら、春に咲く花たちをこの目で眺めたい、これもまた定めでしょう、あたいコスモス好み
恨んだことはないあたいコスモスわきまえてきたつもり、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとう。電力の限度へ来ておりますんで、全部消してやりまよか、消してやりまよか。本当ありがとうございます。本当に大雨の中よう来てくれありました。私もよう来たもんや、ここまで。いや本当ですよ。車でこっちの方来るとき、前回のこのみかんの倉庫でさせてもらったときも、その時もあちゃえらいとこ来てしまったなっていうのがあったんですけども、今回はもうそれ以上でございまして、途中で本当に帰ろうかなと思ったくらいだったんですけど、でもよう来てくれやりました。ほんまにお優しいですね皆さんも。ほんで僕にとってもこんないい雰囲気でさせていただけて、まあ、時には踊っていただくというコンサートも面白いかもしれませんけども、大人の雰囲気のこのコンサート大きいんです。じゃあお言葉に甘えて、あちょっと雨ええ雰囲気になってきたかな、今帰った方がええかな、違うか。ほなちょっと一曲歌わせてもらいます。どうも本当ありがとう。いやまあもうええか、こっちも一応やりたいことは大体終わってますね。なんかこんな曲やれっつのあります？香川亮の手紙怒るで、違うか。なんかこんな曲やれっつのありますか？一節太郎とか。そうですね。じゃあの方で歌っておりましたけども、まあ、今回のワンというアルバムにも入ってるんですけども、水ってこう入ってくるようなわけのわからん歌ございましたけども、あの中で開口一番歌ってる言葉っていうのがボブ・マーリーという名前でして、人の名前なんです。まあ、僕にとってはもう神様以上の人なんですけども、まあ、音楽の世界でいうとレゲエっていう音楽がありまして、そのレゲエミュージックの中では本当に神様以上の人で、もちろんその方10年ほど前に若くして亡くなってしまったんですけども、僕はできるだけ発音よくボブ・マーリーという発音しとったにもかかわらずなんですけども、コンサート終わってで、まあ、僕の知り合いやったんですけども、まあ、僕らの音楽あんまり聞いておられない主婦の方が来はって、よかったかな今日のコンサート、なんてなこと言わはるんですよ。それでほら水って入ってくるやつ、歌すごいがな、ゴムマリがらしいんですよ、ゴムマリに聞こえてるらしいんですってね。今日笑ってくれはった人もそうして聞いてくれはったのかも分からんですけども、ただその彼女曰くゴムマリがてん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 と、なんかアフリカの山の方へこう行くっていうんですか、てんてんてんまりのあの歌の世界ですけども、
なんか意味は分からんやけどもよかったねっていう。でもね、僕それはもうものすごい大きい、あのなんつうんですか、感激すべき勉強になった言葉やったんですけども、結局ほら歌い手っていうのは意外と聞こえてるかしらとか、なんか分かってもらえてるかしらとかいうことで、こう変にこう自意識過剰っていうんですかね、そういうとこ あるんですけども、なんかその彼女からその言うならばですよ、全然違う解釈で聞いていただいてたにもかかわらず、よかった、あの歌が一番よかったっつうから、こちらも困ってしまいましたけども、なんかでも歌ってそういうもんなんやろなっつうことをその女性からすごく教えられました。まあ、なんか言葉っていうのももちろん大事なんですけども、なんかもっともっと、まあ、それは僕も行きたい世界なんですけども、言葉なくてもなんかもっと一行ぐらいの歌で延々と歌っていけて、ええ世界作れたらなっていうのはやっぱり願いますね。まあ、それこそほんまに宗教の言葉で言うと、南無妙法蓮華経もそうかもわからんし、南無阿弥陀仏もそうかもわからんし、別にそれを音楽にしようとは思ってないですけど、なんかあそういうのもあんやろうなっていう気はします。どれくらいあなたのこと、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 会いたい花咲く頃、あなたのこと、どれくらい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 あなたのこと、会いたい花咲く頃、
きいんです。あー、もうこれが歌えたらもう私十分でございます。もう今日来た甲斐がございました。いい雰囲気やな。でもね、あ、杉の滝っつうんですか。簡単な名前ではございますけども、あの立派な滝やいうこと聞いてたんですけど、雨でちょっとまだ覗きに行ってないんですけども、うん、行きたいですね。今から行きまっか。あ、そういうと、あの明日僕和歌山で、和歌山の市内でなんか歌えるチャンスがあるらしいんですけども、明日ぐらい休みたいなと思ってたんですけども、いやそうはいきまへん。また和歌山の市でやるのは、ま、普通の今度はお店なんで、いろんなパターンのところでやれて面白いです。うん、やる曲ないな。まっすぐか、軽く。代わりに「マッチ一本火をつけて明日を覗いたら夜空いっぱい思い出が震えていました」だから僕は火を消して夜空を見上げ思い出いっぱいかき集めそして歌います。君は君のが好きでありますように、僕は僕のことが好きでありますように。ランララン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 La la 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 おやすみなさい。ありがとうございました。この後なんかこの辺りで鍋を囲んでどうのこうの言うのもありますね。ゆっくり雨が止むまでゆっくり休憩していってください。本当ありがとう。